皆さんこんばんは、北海道ファンマガジンです。さあやってまいりました、札幌は大通公園でございます。どうも田さんです。今日はですね、緊急事態宣言が解除された初の週末土日ということで、札幌の大通公園の方にやってきました。今日はね、気温も今だいたい22度ぐらい、もうとってもあったかい北海道札幌になっております。まあ緊急事態宣言が解除されたということで、まあまだねちょっとねお店がオープンしてないところがあったりとか、まだまばらではあるんですけれども、まあ少しずつ、元の日常を取り戻してるかなといったような感じでございます。街中はね結構人も出ていて、まあ、たぬき工事だったりとか、大通り周辺は、お店も開いているので、まあ、結構ね、活気には溢れているんですけど、まだ札幌駅が、6月から、営業再開ということなので、まあ、ちょっと札幌駅、ステラプレイスとか、エスタとかは、ちょっとまだ寂しいかなといった感じです。あとね、今ここ、大通公園1丁目なんですけど、3丁目の方に行くと、噴水とかがあるんですが、一応ね、水は張ってるんですけど、噴水のなんかブワーっていうのはまだ出てないので、まあ休んでいる方も多くいるんですけど、まだまだ、従来の日常の大通公園ではないかなといった感じでございます。でもさ、ちゃんとお花も手入れしててすげえ綺麗なんだよね。うん、だからまあ外なんでね、3密の心配もないので、まあ日光浴しながらゆっくりお散歩するのもいいんじゃないかなと思います。結構みんなベンチに座ってお弁当広げたりご飯食べたりしてますね。カラスも見守ってます。大通りのスクランブル交差点にやってきました。ここもまあ結構人通りはある感じですね。なんか緊急事態宣言時に比べるとやっぱり車が多いなって感じます。宣言中は本当に車が走ってなかったので、車が多いなって感じがしています。うん、午後7時を回った駅前通りでございます。まあ、人通りはまばらですね。土日なので会社とかもお休みの人も多いのかな。札幌駅の JR タワーニコちゃんマークになってる、わかりますか？かわいい。ということで緊急事態宣言明けの札幌駅、大通り、札幌の中心部周辺でしたけれども、まだまだちょっと まだまだね、完璧に、解除というわけにはいかないんですけど、少しずつお店も、再開したりとか、6月1日からは、もうほぼ全てのお店がまた再開するということで、この今札幌駅の中もだいぶ、まだ7時なんですけど、もうシャッター閉まってて、もうほとんど人もいないような状況です。これが6月1日ね、まあ賑わってくれることと、まあまだまだ、安心はできないので、みんなで手洗いうがいしながら、この時期を乗り越えていきましょう。早くね、北海道ファンマガジンとしてもまた新しい旅に出れるように、しっかりと自粛していきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんも引き続き頑張っていきましょう。あと最後に、今日ですね、北海道ファンマガジンのチャンネル登録者数が1万6000人を突破しました。本当にありがとうございます。これからも引き続き北海道のいろいろな情報、またバラエティに富んだことをお届けしていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
では以上、ファンマガジンでした。チャオ。